はい、皆さんこんにちは、グラブアーティストシンです。今日はですね、久々にこの現場でアレンジメントを制作していきます。今日使う器はこちらですね。この器です。結構重いですね。この器に、まあ、今ここに飾り用意してあるんですけど、こうちょっと高級なトルコキキョウとかアンスリウムとかモルセラとか、こうちょっと変わったカンガルーを、スプレーバラにここに谷がかりですね、このような飾りでアレンジメントをしていこうと思います。ちょっとね、個性的な飾りが多いんでどのような感じになるかまだわからないんですけど、あの楽しみにしていてください。ではね、早速行ってみましょう。じゃあまた例のごとくあのポーズをいきますか。じゃあカメラカモンカモン、よし、いくぜ、カモン。アレンジの前にね、最近西野カナのね、ダーリンって曲ちょっとね、ハマってて、まず最初にこちらのこの谷渡りですね、谷渡りを刺していきます。結構大ぶりにいきましょう。ちょうど器のね、この器は変形器で、もう左に向かって、まあ右に向けば右に向かって流れてるんですけど、流れてますので、それに向かって流れたようにアレンジを流していこうと思います。はい、次にこのアンスリウムを入れていきます。ただこのアンスね、こう足がちょっと曲がってんですよね。これをね、実はうまく利用したいなと思ってて、僕こういうの見るとワクワクしちゃうんですよ。だからこれもこの曲がりを利用して、ちょっとこっちの同じようにね、この谷渡りと同じ方向に流していきたいと思います。それかこんな風に立ち上げても面白いな。今回立ち上げていきましょうか。立ち上げに行く場合、こう回転しないようにここをこう平べったくね、ナイフでこう削って、このようにしないと回転しちゃいますね。ちょっと引いてみようか、カメラ。はい、ではこのアングルで刺していきましょう。はい、このような感じです。ここでこの手まり草を入れていきます。さっきね、ちょっと飾り召喚の中では触れてませんでしたけど、手まり草で低くね、こうファンデーションワークをしていきます。はい、このような感じです。そしたらその次にこのね、トルコキキョウを入れていきましょう。まあ、手まり草と似たような感じですけど、やっぱり手まり草よりははるかにこうグレードが高い花なんで、ちょっとその上目に入れましょうね。はい、こちらで入れ終わりました。続いてこのモルセラをね、入れていきます。モルセラは少しこう切り分けていきましょう。こう下の部分をね、割と捨てちゃう人多いんですけど、それは実にもったいないんで、下の部分もパーツにしておきましょうね。これね、パーツにして埋める飾りとして使いましょう。ちょっと違うか。このがかっこいいですね。はい、続いてこのカンガルーポーを入れていきます。
はい、そしたら最後にこのスプレーバラのピンクを入れていきましょう。赤いバラでもね、いいんですけど、赤バラだともうちょっとこう強くなりますよね。はい、こちらで完成です。じゃあ正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こうラインが流れてて僕の前を横切ってます。ちょっと大きくて素敵なアレンジメントに仕上がりました。またね、今回こうちょっと個性的な飾り使ってますけど、また可愛い飾りなんかを使ったアレンジメントなんかもどんどん制作していきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。See you next time。フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中のチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただくと、チャンネル登録をする画面に行って、そこからチャンネル登録をすることができます。またスマートフォンやそれがどうしても見つからないという方はこの下のリンクにですね、チャンネル登録お願いしますというところがありますので、そこをクリックしていただいて、それでまたチャンネル登録をする場所に行かれますので、そこでチャンネル登録をお願いします。一人でも多くのチャンネル登録者が増えると、まだできることがどんどん増えていきますので、ぜひご協力をお願いいたします。ではよろしくお願いします。